チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。仏壇屋サミット仏壇屋サミット全国仏壇屋サミットどうぞどうぞ。皆様こんにちは。こんにちは。今日は全国各地、南は宮崎県から北は宮城県まで、日々お仏壇やお墓を販売しているメンバーが集まりまして、日本全国の多様で豊かな供養文化について、語り合うような県民ショーのような失礼の番組をお送りさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日お越しいただいたのが、宮崎県木村さん、はい、富山県大越さん、はい、よろしくお願いします。愛知県田中さん、はい、よろしくお願いします。そして私、長野県の太田でございます。よろしくお願いいたします。それでは早速ですけれども、最近、お仏壇の処分ということについて皆さん、いろんな、お問い合わせをいただいているということをお聞きしますけれども、そんなことについてちょっと皆さんのところではどんな事情かなということでお話をさせていただこうと思いますが、じゃあまずはじめに愛知県田中さん、いかがでしょうか。はい、実は実際こういうお客さんがいらっしゃいまして、はい、一人暮らしのね、おじいちゃんが、はい、今度施設に入るっていう形になりまして、うんうんうん、実際お家にはね、大きなお仏壇があったんですけれども、はい、そちらをやっぱり施設にね、持っていくことはやっぱりちょっとできないということで、うん、小さなお仏壇に変えていただいて、うん、で大きなお仏壇は、私たちで処分させていただいたんですけれども、その時にですね、おじいちゃんがですね、うん、やっぱり今まで使ってた、はい、大きなお仏壇で使ってた仏具だとか、ご本尊さんとかですね、うん、そういったものをやっぱり、はい、小さなお仏壇ですけど、そこで使いたいということになりまして、ね、はい、それを持って、施設に入られて、うん、今までお参りはしっかりされてたんですけども、うん、また施設に行かれてもですね、うん、同じようにお参りしたいということで、今までの使ってたお仏壇をそのまま、うん、の中の仏具をそのまま使っていただくという形で、うん、はい、お手伝いさせてもらいました。ね、愛知県だと大きい金仏壇の方もいらっしゃるし、それを小さいお仏壇に行って、はい、ご本尊様はちゃんと入ったんですか。まあ、ちょっとギリギリだとか。ああ、でも良かったですね。はい、やっぱりそういうお気持ちをお持ちだったんですね、お客様ね。私もね、長野県ですけれども、一応長寿県でございますので、はい、やっぱり同じようにね、最近は施設に移られる、だからお仏壇をね、小さくなんて同じような方いらっしゃいますけど、でもそうやってね、はい、やっぱり前の仏壇からご本尊様なり何かね、移されるっていうことになると、きっと形は小さくなってもね、前の仏壇もイメージしながらずっとね、お参りいただけるってすごくね、いいお話だなと思います。そうですか。はい、じゃあ次に大越さん、富山の方ではいかがですか。富山の方はですね、はい、処分だけというものはないんですね、まだ。うん、富山は、日本の方皆さんご存知の通り、うん、持ち率一番ですね、日本一ですよね。はい、群馬の方行きますと旅館ができるぐらいのたくさんあります。さすが富山ですね。ただ、はい、今の生活様式の変化もありまして、うん、職場の近いところに息子さんが家を建てられますので、はい、長男でやっても分家で、ね、家を別々に建てられてます、うん、その時に本屋の家の方の仏間は一軒180センチあるんですね、はいはい、でも自分の家のところは半減90センチの仏壇を作られます、うん、そうしますと、ご実家のお仏壇はもう入んないですね。そうですよね、入んないですね、ですからもうそのご実家のお仏壇は処分されて、うん、自分のところに入れるときには小さなお仏壇をという形で、うん、幅60センチのものを求められるのは、うん、そういった形で受け継がれていきますね、うん、心をきちっと受け継がれて、うん、親の気持ちを大切にするというふうな、件でございます。なるほどね。ね、最近は仏間も新しく、ね、ご新築の時に作られるって方は多分減ってると思いますけど、でもまだやっぱり富山はそうやって、はい、もしかするとじゃあそういう、古いお家、先代のお家からご新宅の方にちゃんと何らかの形でお仏壇を、お気持ちを移すということを想定してやっぱり仏間作られる方が多いってことですね。はい、なるほどね。いいなぁ、いいね。ちょっとね、今のお話で伊勢神宮のね、式年遷宮みたいに
建物は入れ替えるけれどもご神体はちゃんとねそのまま映る心はそのまま映ってるみたいなねうまい例えだよ私どもの長野県もそれに近い御柱祭というのがございます。あ、そうやね、はい、ありがとうございます。そんな祭り作りてえな。じゃあ続いて、はい、宮崎県木村さんはどうでしょうか。はい、すいません、はい、不真面目な態度で、うちはですねやっぱり、処分という言葉が嫌なんですよね、うん、なんて言っても、うん、そうですね、古仏壇の供養、うん、まあ、古仏壇という言葉も嫌なんですけどね、はい、やっぱりね、はい、今までお使いになられた大事な、ね、ご先祖様から受け継いだお仏壇をどうしても処分しなくちゃいけない、はい、お客様が困ったを良かったに変えてあげるのがうちの会社だと思ってますので、うんうん、うちの会社も県内に5店舗ありまして、はい、ね、処分をすると難しい、自治体があるんですけども、うん、なんとか、自治体に掛け合ってですね、うん、そういったものを最終処分場ですけども、うん、お持ち持って行って供養してもらうように、うん、掛け合ってなんとか5店舗を全部やらさせていただけるようになったんですけども、なるほど、はい、やっぱり最終的にはもう処分場で持っていくのが大変ね、うん、心苦しいところではありますけれども、なんとか本当に今までお使いになられたものを、ね、うん、しっかりと供養して、持っていけたらなと思って、うん、みんなで頑張ってるところですね、はいはい、ね、今はもう事情が変わって、うん、まあ、最終的にはね産業廃棄物っていう形、うね、まあ、言ってみたらゴミというような形で ね処理をしなきゃいけないっていうことになってるかと思いますけど、うん、でもやっぱりね、私どもとしてはやっぱりそういうふうにはしたくない、うん、まあ、供養っていう言い方をしましたけれど、ね、やっぱりただの、ね、うん、参拝物ということではなくて、やっぱりお気持ちを、お客様のお気持ちを汲んだ形でなんとか、そうですね、お引き取りをしたいということでそんな努力をされた、はい、そういうことですね、はい、なるほど、ありがとうございます。まあ、こうやってね話を聞いてみると、それぞれ各地でね、地域でいろんなやっぱり事情、うん、やり方もあるんだなとも思いますし、それぞれのお宅でね、皆さんやっぱりお気持ち、ご事情っていうのはそれぞれだと思いますけれども、でもこうやって私どもそういったね、お一人お一人一軒一軒のお気持ちを汲み取りながら、まあ処分ということだけではなくて、やっぱりお気持ちを大事にしてお引き取り、ご供養という形でね、なんとかまた次につないでいけるような、そんな工夫努力をね、これからもぜひやっていきたいな、そんなことを今日話を聞いて改めて思いました、はい、またね、はい、それぞれの違いもあるかと思いますので、また別のテーマでもぜひ話をしてみたいな、はい、こちらこそよろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、今日はどうもありがとうございました、ありがとうございました。